開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。日田和子と日田和孝でございます。いやこれ今回新年特別版ということでですね、ちょっとねやりますよ。今日はねちょっと特別にゲストが参っております。この番組がですね、もうこんな8年目ですからね、8年もやってられるのはもうこの方がいなきゃできません。で、敏腕ディレクターの松林さんです。はい、拍手。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、はいはい、松林でございます。松林さんね、いやありがとうございます。いやいや、こちらこそ。本当に7年、はい、8年目に入りました。もう8年目ですよ、はい、長きにわたりまして。いやありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ、はい、御礼を申し上げます。いやいやいや、ありがとうございます。さあ、はい、そんな私たちでございまして、ね、いつの間にかこう、はい、質問するが逆になって、はい、リードするが逆になるんですが、そうですね、はい、昨年のことちょっと、あ、去年ね、重大ニュース。いや去年も、いろいろありましたよね。あったでしょう、うん、あったんですけど、もうなんか一個一個話すともうなんかキリないので、年末に、はい、もうこれラジオのこれ番組でね、ラジオといえば大変なことが起きてしまいました。もう大変なことがありました。、はい、まずね、まずですよ、まず、あれ11月18日の放送、ねこれラジオ聞いた方は多分気づいてません。あれは、 あれは分からない、あれ気づいてないです。何があったかっていうとですね、まあ実はあの日、はい、例の心の授業講演会ね、はい、12月23日の その CM がちょっと流れるはずが、はい、普通にちょっと上ジョビのね、CM がちょっと流れてしまいました。つまり予定してた CM ではない CM だったんだけど、流れたんだけど、ね、まあ聞いてる方にとっては別になんともない話。これまあそのね、はい、FM 長野さんの、まあ、ちょっとした、まあ、ちょっと間違えちゃったみたいな。でもFM 長野的にはですね、えれえことしちまったってやっぱりこう思ったわけでございます。いやでね、もうすごいですよ、もうすぐに、はい、まあ、私はね、まあまあその、まあ、多少いいかなぐらいに思ったんですけど、はい、すぐもうね、はい、もう社長さんと、はい、ね、担当のご担当の方来てくださって、もう菓子おいしいお菓子をね、平誤りってこういうことですね。でしかもね、いや、まあ、結果的には本当ラッキーだったんですけど、そのね、まあ、放送流れなかった心の授業のね、うん、案内を、はい、40秒の CM だったんですけど、そうなんです、1分間のインフォメーション、はい、そのインフォマーシャルって言ってた、はい、あれをね流してくれるって言ってですね、神対応ですね。神対応、ね、で、おー、そうですか、いや、むしろすいません、ありがとうございます、うん、みたいなね話でちょっと嬉しかったんですよ、なんかついてるなと。いやだけどですね、はい、FM 長野さんっていうのは本当にこう真面目な放送局なんで、はい、だからまあこの謝り方も本当そういう感じですね。うん、その感じで来てくださって本当にそうだったと思う。いや、もうありがたかったんですよ。それが11月18日です。そうで、松林さんもね、はい、電話でお話した時に、いやこんな、ね、あの FM 長野さんが、こんなミス初めてだぐらいの。そうなんですよ、20年やってて初めてだみたいな。そうなんですよ、そうだ、20年に一度の、まあ、ミスって言っちゃミスなんですけど、上場的にはちょっとラッキーだった、はい、ついてたって。私もね、その時つい口がその滑って、逆にラッキーじゃないですかみたいな。そう話。そりゃそうですよ、だって3回3回いただいて、ラッキーだった。それから11月18日、はい、でね、ね、これラジオ聞いてらっしゃる方、その後大変なことがあったんですね。これは大変なことが、これ、ね、気づいてます、聞いた方は。事件ですよ、12月の、はい、だから16日の放送、そうです心の授業の1週間前の。そうなんです。この放送で、まあ、番組が普通に終わりました、はい、その後当然、ね、心の授業来週ですみたいなね、 CM が入る、そう、 CM が当然入る予定がですね、いや実は私、うん、私というか三重先生、カンタも息子も、はいはい、一緒にですね、はい、車たまたまその時間になって、あ、今日は家族3人で珍しくです、
多分去年初めてじゃないですか。あ、多分3人一緒に偶然聞けるっていう、その番組はめったにないんだよね。めったにないです。で、いたんですよ。聞いてたらあれみたいな、はい、CM の時間なのに CM が流れるはずが、はい、あれ なんですかね、あれは。あのリハーサル中のこう打ち合わせ中というかですね、そのリハーサル中あるパーソナリティの、ね、方の女性の声が、はい、あのいやこんなんでいいんですか、あいやこうですねみたいな、で行きましょうねみたいなのが、ええ、40秒流れてしまったんですね。なられちゃったんですよね。あれあれは事故っていうんですか。あれこういうの放送事故っていうんですね。放送事故、放送事故っていうのは予定されたものが流れなかったり、はい、無音が、はい、要するに、5秒以上です。5秒以上、もちろんあのそういうのを含めて放送事故と言いまして、あれ40秒でした。そうなんですよ、40秒間それをやってしまったんで、いやもう運転しながら文英先生、はい、えあれええみたいな、何が起きたの、いやあれみたいな。で CM のないところが終わったら、その後はちゃんと番組のね、また何事もなかった、何事もなかったように、そうありゃーと思って、ほら1週間後の大事なほら CM じゃないですか、です心の庭の。で、あの後ちょっと迷ったんですけどね、うん、松林さんにしばらく経って、うん、いやあの松林さん、うん、あの今日の CM 聞いてたんですけどって言ったら、私も聞いてました、たまたま松林さんも聞いてて、はい、広告代理店も聞いてました、FM 長野の担当者さん聞いてました。さあえれいことだと、どうするどうするって電話してるところに秀吉先生から電話がかかってきて、かかってきて、でしかもね、よりによってまあね、2週間3週間ほど前にね、うん、そういうことがちょっと起きた ばっかり起きたばっかりで、まあそれはね、まだ何度も何とかなったんですが、今回はもう言い訳できねえぞと、大変なの。でもそしたらですよ、でも、はい、ね、FM 長野さんやっぱさすがですよ、そうですよ、もうまたこれもすぐに、はい、もう申し訳ございませんみたいな感じでもうメールもいただいてですね、でまだ原因がまだわからないんですって、これ分かったらちゃんとこのまたご説明に、ただこれ来週のね CM が流れなかったわけで、これなんとかしなきゃいけませんみたいなことで、結局ですね、はい、すごかったですよでした。その後ですね、1週間の間にもうですね流してくださったんですよ。そうで、これ結果的にはですね、はい、あのだからそのお金もあってですね、なんと心の授業講演会、はい、過去最高、1200人超えるお客様がですね、集まって大盛り上がりで終わったっていう、ね、大盛況になってしまった、大盛況でね、いやもう本当 FM 長野さんも、はい、本当ありがとうございますぐらいの感じなんですが、いや私一つね、はい、思ったことがあって、 はい、あの時に、いやよりによってなんで上ジョビのその番組で2回もそんなことが起きたんだってこう、うん、いろいろ考えたんですよ、うん、一つ気づいたことがありました。何ですか。私ね、初めてだからその11月に会った時に、はい、ね、流してくださるっていうのを聞いて、思わずあのその支社長さんとご担当者さんにですね、はい、いやむしろ、うん、いやありがとうございましたと、うん、いやもうぜひ今後も、はい、ぜひこんな感じお願いしますみたいな、まあこれ半分冗談ですよ、またやっちゃってくださいぐらいのことをね言ったんですよ。もう、はい、そしたら社長さん、いやとんでもないです、こんなことやったらもう今度はもう担当者がもう変わってますみたいなね、そのぐらいの、話だったんですけど、ええ、いやあれ私ね、多分あれ引き寄せちゃったんですよ、引き寄せた、言葉の持つ力はすごいですね、はい、すごいですね。お願いしますって言ったら本当その通りになったってことですよ。これで担当者もきっと変わっちゃいますね。支社長ももしかしたらもう、そこはダメです、そこはダメです、もうそれは知らなくていいんですか、ね、もうそこはお願いします。ね、もう気に入ってますから。でこれもう担当者さん、私もね全幅の信頼を、はい、もう誠意もありますしね、もうぜひそこはお願いしたい、いい担当者さんの、そうなんです、そうなんです、もう誠意にあふれてますから、でもだから結局私が引き寄せたってことで、むしろ、はい、あれね、FM 長野さんごめんなさいっていう、私が言わなきゃいけない、そっちの話ですか、そんなとこですよ、こんなに良くしてもらっちゃってごめんなさい、ね、ごめんなさい。だからね、まあ、信念じゃないですかね、やっぱね、言葉は大事ですっていうところですよ、まあ、どうせ使うならね、いい言葉使ってね、綺麗な言葉使って、うん、汚い言葉使うとどうも汚い人生がやってる。そうなんです。どうぞ今年も。
きましょう。めちゃめちゃ的には良かったんで、まあFM ラボさん本当にいつもねこうやって誠意ある対応してくださるんで、はい、全然 OK なんですけど、まあね、それはもうそれは笑えないのは FM 長野さんだったと思うんでね。笑えないと思うんで、ね、本当は私もですね、うん、今度一瞬笑っちゃっていけない申し訳ございませんって言う立場なんですが、もう本当いつももう音声も息止まるぐらい今笑ってますんでね、笑ってますね。いやもう、まあ、今年もねきっと今年もいい年になるんじゃないですかね。ね、いやもう5分って言ってたのもうえらいまた盛り上がっちゃって盛り上がりました ね。だいぶ長くなっちゃいましたけど5分が倍に倍倍倍に近くなってしまう。じゃ あせっかくなんで松林さん、はい、記念写真、記念写真いきましょうね。記念写真撮って終わりましょう。はい、はい、いきますよ。今年もよろしくね、よろしくお願いします。あ音声も入りました。はい、チーズ。この写真ね、はい、アップします。よろしくお願いします。ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで以上で今年も、今年もよろしくお願いします。お願いします。